はい、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、能登半島地震により被災された方、皆様に心よりお見舞い申し上げます。私もですね、だいぶ前、高校 1,2 年生ぐらいの時にですね、中越地震がありまして、それで被災した一人なんですけれども、その時ね、初めての大きな地震でね、とても不安になったのを覚えております。その時にですね、全国から励ましのメッセージだったり、あとはね、支援物資がね、すごく早くたくさん届いて、それでね、こうやって今はね、無事に、生きていられるんだなっていうのをね、改めて感じます。とてもね、励ましのメッセージだったりとかが励みになりましたし、僕もね、個人としてできることは本当に募金をしたりとかすることしかできませんけれども、こういう動画だったり SNS を通して、皆様のね、励みになったらなと思っております。一刻もね、早い復興を願っております。ということで、年始め第1弾の YouTube はですね、まず Vlog からスタートなんですけれども、藤沢のエイトホテルに行ってまいりました。サウナがね、とても有名なホテルで、藤沢とあとは茅ヶ崎と、3店舗ぐらいあるエイトホテルというね、最近話題の、ホテルなんですけども、サウナ、去年はね、サウナあんまり行ってなくて、サウナちょっと苦手だったんですけれども、今年はね、これを機にデビューしてみようかなと思っております。はい、ということで、藤沢、2日目はですね、鎌倉に行ってくるんですけれども、楽しみに旅をしていきたいと思います。エイトホテル藤沢に到着いたしました。行ってまいります。すごい藤沢っぽい、ビーチっぽい、湘南っぽい感じですね。最低限12階最上階です。さあ、エイトホテルのウォーターケーブルスイムスーツ&スパに行ってまいりたいと思います。あ、ちょっとお水補給しようかしら。おお、なんかいい感じだ。駅から4分でこの感じはすごいいい感じですね。うわ、足冷てー。さあ、ここがプールですね。結構広いです。さあ、エイトウォーターケーブルサウナ行ってまいります。いやめちゃくちゃ気持ちよかった。最高や。計3回サウナに行ってきました。結構広くて人数もそんなにいないのでね、結構いいですね。ただね、床がめちゃめちゃ冷たいのと、あと外気浴のところ上にすごいもう1000匹以上の鳥が飛んでて、糞を落としてくるんで、爆撃がね、怖かったっすね。いや、外ちょっとあれはどうなんでしょうね。なんでちょっと外気浴は諦めました。そしてこちら CBD オイルもやってみたんですけど、よく分かりませんでした。
お腹空いたんでちょっと休憩してご飯食べに行きたいと思います。さーてどうしよっかな。カツ年バージョンのプレモル美味しそう。これにしよう。これにします。いただきます。なんかすごい謎な感じのスペース謎スペースです。いただきます。うわうめえ。サウナ後結構来るかもしれない。これめちゃめちゃうめえ。うまっ。ということで、藤沢駅からですねちょっと歩いてメイン通りみたいな商店街みたいなのが歩いてるんですけれども、これからねご飯を食べに行きたいと思います。まだ、1月4日なんでね、ご飯屋さんはそんなやってないですね。調べたらなんかピザ屋さんが結構美味しいところが何軒かあったんでね、そのうちの一つに行ってこようと思うんですけれども、藤沢のグルメ情報が全然わかりません。海に近いから海鮮系なのかな、それともサーファーが多いからピザとかハンバーガーとかなのかな、わかんないね。今日はねこの今日の夜めちゃめちゃ寒いんで、この12月入ってからこのダウンがね本当にかなりね重宝しております。本当に買ってよかった。でもすごいねかっこいいんですよね、このオーラリーのダウン。一見単色に見えるんですけど、これシャンブレー生地で角度によってねこう色が変化して見えるのがねすごいおしゃれポイントで、おつんごこれで、これがねホワイトダックダウンっていうね結構最高級のダウンを使ってるんですが、めちゃくちゃあったかいですね。はい、ヒートテックとか重ねて着るとほんとさもう暑すぎて、電車とかめちゃくちゃ暑いんで、これはね本当に買ってよかったです。さあ駅からですね約8分ほど歩いてチェッポピッツァリアに行ってきたんですけど、今日はねやってなかったのでさらに奥にずんずん進んで、パラダイスピザ、あった、パラダイスピザ、パラダイスです。今日ねパラダイスします。行ってきます。ありました、パラディース。タコと野菜のマリネです。美味しそうです。さあ来ました、ベースマーク。さあむちゃくちゃすごいの来ました、プロシュートのピザです。はい、ご飯を食べ終わってホテルに向かっております。途中であの果実園リーベルでね、あのなんていうんですか、ズコット、なんすかズコットって、なんかでっかいケーキみたいなの買いました。いちごとチーズのズコット。いやしかしね、今日食べたあのパラダイスピッツァがめちゃめちゃうまかったですね。あの清涼感に張るぐらい結構美味しくて、僕は結構好きでしたね。生地がもちもちで、いやー非常に美味しかったです。藤沢に来た際にはね、あのピザのお店何軒かあるんですけれども、ピッツァリアパラダイス、はい、パラダイスピッツァおすすめなのでぜひ行ってみてください。さあ帰ってまいりました。またあのバーによりまして、ビールをしこたまくすねてきました。ホテルでねやっぱ飲み放題っていうのはね、僕のホテル、いいホテルランキング格付けする中では結構大事かもしれません。でだいぶ前に行ったね銀水槽っていう伊豆のホテルも
か旅館か、あそこも飲み放題ですげえいい感じだったんですよね。ホテルでやっぱりアルコールが飲み放題ってもう三つ星あげちゃうということで、プレミアムモルツを飲みたいと思います。いただきます。うまーい。で、ですね、帰りにこちらですね、果実園リーベル。これはなんかいろいろ店舗あるっぽいんですけど、藤沢にもありました。で、美味しそうな、ね、ケーキを買ってこれから食べたいと思います。で、最近はですね、ネットフリックスでブレイキングバッド、だいぶ昔のドラマですけど、あのハゲのおじいちゃんがね、なんか麻薬作るっていうあの話なんですけれども、あれがプリズンブレイク終わって何見ようかなと思って、ブレイキングバッドをね最近は見まくっておりまして、エピソード3まで行きました。めちゃめちゃ面白いです。はい、ということで、Netflix ダウンロードしてきたのでね、見たいと思います。なんと高校サッカーの再放送やってます。これは見なくちゃだね。神村学園が 2-3 で勝ってますね。今年も神村学園めちゃくちゃ強いね。去年福田師王くんがいた時に轟の競技場見に行ったんですが、今年もタレント揃いだね。さあ、いちごとチーズのズコと、めちゃくちゃでかい。どんぐらいでかいかっていうと、フォークがこれぐらいです。全然わかんねえな。さあ、いただきます。めっちゃうまそうやん、これ。うまい。おいしい、これ。デカケーキ。いちごすごいな、これ。朝食はバイキングでございます。いただきます。さあ、ありがとうございました。エイドホテル。さあ、鎌倉到着です。すごい人です。さあ、鎌倉といえば鶴岡八幡宮ということで、お正月に来てみたら人がとんでもねえです。メアゴンリ、メアゴンリが売ってます。いやー、すごい立派です。制服を着た人たちは何なんでしょうね。ダメだった。すごいです。鶴岡八幡宮へ参拝してまいりました。とってもね、ご利益ありそうな素敵な本殿でしたね。にしてもね、今日は暑いです。さあ、小町通りから一本路地を抜けて、ご飯を食べに来ました。今日はね、オステリアコマチーナというですね、イタリアワイン食堂ですね、行ってきたいと思います。はい、ありました。こちらですね、オステリアコマチーナ。さあ、前菜の盛り合わせです。とても美味しそうです。
スタが来ました。なんか可愛いです。美味しそうなプリンでございます。さあ、オステリアコマチーナさん、めちゃめちゃ美味しかったです。最後に食べたプリンがなんかね、コーヒーの酸味なんでしょうかね、大人のプリンといった感じで、とてもね好みでした。でもね、プリン界のやっぱ女王はですね、リトルシェフのプリンですね。僕がよく行く都立大学のリトルシェフのプリン、本当に美味しいんでね、食べてほしいですね。その次ぐらいに今日のプリンが美味しかったです。予約がね、必須ですので、鎌倉に行くって決まった時はね、すぐ予約してから、行った方がいいかと思います。危ね。はい、ということで今日、ですね、鎌倉の、柿の葉のですね、離れに今日はね行ってきたいなと、柿の葉さんはねちょっと今日休みっぽいので離れに行ってこようかなと。初めて行くのでね、楽しみです。さあ、この細い路地を抜けてですね、地図上だとこの辺なんですけどね、どうやって行くんだ。柿の葉入れない。はて。はい、先ほどね行ったところはやってなかったんですが、あそこが柿の葉の本店でしたね、離れは。そこからねちょっと9分ぐらい歩いたところなので、今から向かいたいと思います。いやー、なんか鎌倉ってこう静かでいいですね。あ、危ない。なんか癒されます。さあ着きました、柿の葉離れさんですね。いや、素敵な趣のある、こっちかな、ここから入ってくるかな。自然があってめちゃめちゃいい感じです。浜に着きまして、今ねニューマンの一番上のね T11 という映画館に来たんですけどもね、今更ながらディズニーのねウィッシュ見ていきたいと思います。楽しみだぜ。ウィッシュ、ウィッシュ見てきたんですが、とってもディズニーらしい素敵な映画でしたね。やっぱディズニーは感動と夢希望ですね。見た後に心がこうホクホクするような、そんなね素敵な映画でしたが、ただ一点ね、敵役のヴィラン側がですね、福山雅治さんすぎてちょっとね笑ってしまいましたね。完全に福山さんでしたね。はい、いやでも素敵な映画でした。さあ、年末年始最後のお休みはこちらのカツレツ&のカツを食べます。から仕事ですので、今日はヒレカツを食べて元気出そうと思います。はい、カツレツ庵初めてお邪魔したんですけれども、めちゃくちゃ美味しいですね。カツを食べて今年もカツ。